見えない体調ってのがね、まあなんかまさか体調増える系統とかあんのかな。じゃあ行きまーす。あ、普通にバトルだったじゃあ今日もクリボン RPG を進めつつね、ちょっとイギーのとこまでやりたいなと。本編とだいぶね差ができちゃったのは申し訳ない。ただ一応まあね、これもクリアまで見ておきたいなってのはあるんだよな。オッケー、マクソン。あ、進んだ進んだ。なんだろう。あ、さっきの見えない。へへへ、帰れ。帰れ。この先は恐ろしいさ。あ、テレサが、テレサがいる。あ、クリボー、お前そのテレサにさっきめっちゃ苦戦されたんだよ。わかる？多分カットしてるだろうけど、テレサって、軍団の中を無視して、クリボーを攻撃できんのよ。正直結構きつかったよ。ひるんでない。あ、そうか。兵法なら、いてー。なんだよ。なんで俺がここにいるってわかったんだ。俺なんだ、テレサって。どっちかといえばテレサって、レサレサとかのイメージのせいでね、メスのイメージのが強いんだよな。だってクッパ軍団でキュキュキって笑うのはテレサとレイミー様だけだ。へー、レイミー様もうガッついでに。なんだよお前、クッパ軍団まねえか。 でも姿は見えなかっただろ。でも声出したらどこにいるかも分かっちゃうよ。まあある程度は特定されるだろうな。ぐー、なんて怖がらせるがいのないやつだ。こんなとこ遊んでないで一緒に行こうよ。遊んでなんかない。俺はイギー様に従ってこの森を制圧しているのだ。制圧してどうする。え、 どうするって、あれだよ。僕たちはクッパ様を助けに行くんだ。一緒に来てくれない。何、イギー様はこの森を制圧しろって言ってたぞ。次はクッパ様を助けに行くのか。一旦話を整理してあげましょう。ごちゃごちゃになってるっけ。いほう。よくわかんねえ。ただこれだけはしてくれ。うん、なんだ。もう帰りたい。やしくじゃない。変な匂いもする。不気味な目ばっかり。ここは居心地が悪い。僕たちと一緒に行こう。うん。ここはみんなにクッパ城に帰るんだ。でもイギー様に逆らうことになるんだろう。今のままだクッパ様に逆らうことになる。そうだね。操られてるんだから事実上そうなるね。どの道ここは居心地悪いしな。ほう。分かったよ。ついてってやるよ。ただし、一つ条件があるぞ。鬼も外から来る。テレサ、あ、テレサ隊長来るんだ、やっぱ。だから、兵法隊長、クリボー隊長、テレサ隊長。新しい、隊長候補か。姿が見れた以上で斬新だね。いや、俺は日よけが欲しいだけで。日よけなんだ。旗って日よけの扱いなのね。そう。隊長とさ、よいよー。あ、でも、なんかクリボーの影って薄くなんないからいいか。テレサ隊長。相手をちょくり攻撃をかわしまくる。テレサ、日よけにしたかったのが、初めてのパターンだな。あ、増えたわ。アイスブロス、冷たい氷はファイアブロスに、抜群の効果。無表情で飛んでくるプラプラヘアボが苦手。あ、仲間増えた。カメック緑。え、カメック緑？緑の服を着たカメック。魔法の爪で近くのキャラクター命中率をアップ。緑って何？さあ、いよいよゲラゴーリの森最深部ですね。森の平和を守るためと。すべての敵が揃ってるなぁ、こりゃ。これはもう筋からで行くしかないかも。じゃあ行こうか、クリボ隊長。いや、難しそう。まあ、でも最深部。あれ？ここってさっき来たような。木ばかりで迷うな。おっさんにもらった地図もよくわかんないし。こっちだよ。イギー様はこの先に、あ、そうだね、確かに。テレサからさ、場所は知ってるか。確かにこういうの頼もしいな。もともとイギーの手下なんだから。これって裏切り行為だよな。なんか罰が悪いな。あははははは。あ、は、よっと。テレサいなくなっちゃった。なんだ、さっきは僕ちゃんを倒しに来たんだね。それならそう言えばいいのに。だけど、僕ちゃん強いよ。イギー様。さあ、おいでよ。わかりやすく、
来るね。大丈夫。行くぞ。テレサ恥ずかしがってる。あ、テレサ頑張ろうとしてる。お前の勇者認めるぞ。来たー。いい戦だね。いよいよ。うわ、4000あるじゃん。やばい。4000はフルにある。めっちゃあるな、4000って。とりあえず戦況を見守りつつ、レベルは足りてるはずなんだ。比較的みんな頑張って、されてるから、レベルはある。だから慎重に行け。うおん !64! 大丈夫。途中でやばいと思ったら使おう、福引きとか。HP 回復法とか引ければ。もう基本的にはこのゲーム筋からだからね、結局のところ。相性もあるけど筋からが大事だからね。よいしょ !OK! 誰か!よし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 、誰か遠距離タイプが3人だからな。オッケー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 。いや、4000あんのやばいな。次誰？なるほどね。飛行多いな。よし、行こう。頑張れ！みんな頑張れ！福引き使おうかな。4000あんだったら中間あたりで使っといても、何？あいつ何しようとしてんの？福引きだ！敵の場合はあった！向こうも福引き使った、こっちも飛行タイムでダメージ、あ、これでかい飛行がいっぱいいる。うわぁ、ドカンってなった。うわぁ、打ち消し持っている。攻撃やっぱ強いからなぁ。福引きで敵全員とかもう。ファイアブロスって何してくんの？ファイアブロスってか、あいつ。まだ見たことない。ファイアブロスとか。うわ、53！ リーダー倒せば終わるんだかなぁ。リーダー倒せば終わるんだが。あ、よし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 。危ない危ない。リーダー倒せば終わるからね。ちょっとヒヤッとするな。隊長が一番狙った時は一番ヒヤッとするかもしんないけど。次誰？うわー、頑張れ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 。うわー、落ち消し。うわ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 。でも、戦力はほぼ互角。バランスのいい編成同士の互角の勝負だ。ファイアボロスだね。投げてくんね。うえよいしょ !1!8!1! はは !8!1 だったわ、よく見たら。ここは一番楽だったな。さあ、来るぞ来るぞ、ラストイギーだ。イギーはなんだ、うわ、来たイギー来たね。二人目の、福引き引くぞ。あ、ちゃんと鳴き声ある。敵のパワーアップはやばいな。こっちはね、でもこれがあるんですよ。軍団魂見せるぞ！必殺出したわ、みんなで。みんな必殺出そう。打ち消し使わないんだ。ガンガン必殺出して、もう火力出していこう。オッケー、いいね。張り切ってよ、君。うわ、お前、福引きよく引くね。やべ！味方全体ダメージばばい。痛い！やばい、福引き。福引きやばい。大丈夫。6-2。6-2大丈夫。うわ、6-2。いや、大丈夫、大丈夫。6-2なら。よし！任そう！せーの！ラスト！誰か攻めて！攻めて、攻めて、攻めて！あ、クリボー、お前かいお前かい最後のクリボーの続きで終わるのちょっとかわいそうだな、いくらなんでも。あれね、僕ちゃん何してたの？まあ、ラリーと同じ原理だね。やられてよく気づくからな。イギー様、ここは僕が話す。あ、クッパーさんは、転んで頭を打たれたんですよ。操られたって言わないんだ。あ、そうなの？探しましたよ。さあ、またクッパーさんも探しに行きましょう。我々もお供します。ああ、確かにその方が話は通じやすいのか。よし、クッパーさんも探しに行こう。おお、なんか上手な話し方。僕も今度真似してみよう。お前じゃマリオに100回生まれて100回生まれ変わっても無理だよ。ああ、はい、イギーが生まれ変わった。意外とあっさり入るのね。さあ、いよいよイギーも入りましたね。イギー、クッパの話にとって近くのキャラクターをパワーアップさせる。意外とトリッキーだった。さあ、ヘラヘラグーンです。意外となんか場所が飛んでヘラヘラグーン来たんだね。ヘラヘラグーンっていうのは、クリスマスツリーあった子だよね。おーい、この3人、この3人。私はクッパにさらわれてみて。おめえじゃ絶対無理だろうよ。クッパ軍団だったけど。ねえ、あれってまさか。そうよね、そうよね。あはは、囲まれた。ねえ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 。なんだよ。そこのコロコロがしたか？飛び出して眉毛。あとひょっとして。クリボー？
マリオとルイージでも見たな、その光景。うわーどーキャラ出落ちキャラ送りまよ、出落ちキャラ。触るぜ、もう触ってる。うげえ、でもさ、ヘラヘラグーンにもう来ちゃったね。あ、なんか、もっとなんかね、アハハハエネミーとか行くと思ったんだけど、ヘラヘラグーンってことは、ヤドルフ3世がいるところでしょ。なんか、急に追いついた感あるけど。ちょい。踏ませて。もうやって流したい。な、ひどいな。この音じゃねえんだよ。踏んでんじゃねえかよ。やめろー。あら、あんたたち、こんなのが来たのね。え、あ、ウェンディ、ヘラヘラ軍にはウェンディがいたのか。噂は聞いてるわ。イギやラリーが裏切ってるってね。あー、まあ、そうか。どっちが裏切り者だか。何か言ったか。あ、聞いた。もうすぐここは私の下克物の萌えめちゅうに見えてもおえおえあんたちこそめへんよ、ただじゃおかな。ヤッホー、客話はこう言ってウェンディに激励やん、激励やん。ちょ、何があったたち。何、マリオやルイージもと同じ目にあってる。ウェンディまで合うんだね、すごいね。ねえ、年齢は ?3 サイズは好みやタイプは。なんだあいつら、あっちまで行っちゃったよ。しかもあっちまで。こちらもあちら側のクッパ軍団がいる。まあそうだろうな。ちょっと笑いが止まんねえんだけど。で、オチがすごい。あ、ほんとだ、当たったら痛そうだな。そうか、やべえ、ウニマロいるよね。あいつらトゲがある、ダメージを受ける。トゲゾは上にしかトゲがないから、横からぶつかるときは平気。あ、そうか。全身がどっからぶつかっても痛い。そういうのあんの？ウニマロ。長引くと苦しくなるぞ。一気に片付けるんだ。なるほどね。そういうトゲテタイプがいるのか。トゲゾウとかね。確かにそうだわ。あー、そういうことか。だからこっちが受けてんだ、ダメージ。普通の殴り合いには、あー、ほんとだ、俺らやれた、今、クリボーをやれたとき。横からならいいけどって。そういうのあんのか。あ、クリボー隊長に言ってるよ。よし。そうか。防ぐ手立ては遠距離タイプで投げるってことか、逆に。でも、遠距離タイプって突撃タイプに不利だからな。なんか、うまいこと考えてあんな。あ、あれ、ウェンディは追いかけてきたはいいけど。見失った。このファンの女性たちすごいね。あー、ウェンディ様ってなんで素敵なの。あなたたちもぜひコンテストにいらっしゃい、ふふん。コンテストですって。キューティーバトルコンテストですって。何それ。最も可愛くて強い軍団を決めるんだとか。はあ。まあ、ウェンディは確かに可愛さに固執する、ね、ことはあるだろうけど、クッパ軍団やらしいわよ。私絶対行っちゃう。まあでも、逆に言えばそこは目印になるか。何をしようとしてんの？え？なんだ？この小さいの、え、何これ、ハニー待ってくれよー。あー、ヤドルフ3世、いやー、こいつはとってもキュートな飾り付けとかね。あ、なんかあったなー、こんなの。なんかね、ヤドルフ3世の結局スタンビーズなくなっちゃったじゃないですか。代わりのものを探してるって言ってて、確かこれだった気がする。あー、持ってかれちゃったけど。うん、ハニー、あのでかいのボム兵持ってなかったか。うん、ボム兵と黄色い丸いの持ってたね。あ、そこの強さに弱そうだからガチ。え、マイハニー助けてくれよ。おい、スルーかよー。確かこいつがスタービーンズの代わりになってた気がする。スターブン、多分ね。マイルフハニーがヤドルフさんについあれ、なんだっけな、ヤドルフ誰、なんかそのイベントあったんで、裏イベントで助けに行くのか。うん。あ、助けに行くんだ。助かるぜ、頼んだよ。お前のマイハリーとはどうでもいいよ。僕たちなんかはボム兵を助けに行くんだ。そっちか。てか、ヤドルフ爆発すんじゃねえか。たかたか一体自体ボム兵だぜ。小さくて大きくて仲間だ。おお。なんか、熱いね、そのセリフ。じゃあ待って、この軍団唯一の厳しさが出てるぞ、今。5-4! すごく危ない。4-4。めっちゃ危ない。ね、だ、3-4! ちょっと待って、お前ら、2-4だぞ。
おい、お前ら24になってるよ。ねえ、テレサ隊長、テレサ隊長、ちょっと待って、テレサ隊長、これはひどい、これはひどい。テレサ隊長、回避率アップしたの、1、3で終わったやんけ。終了って。それじゃあかん、筋からで負けちゃった。何あのサンボとさ、スタチュー。お前、負けちゃったぞ、テレサ隊長。テレサ隊長の、ちょっと無理があったね。あ、ヤドロ三世。おい、仲間を。いい加減。話してよ。あ、ギニャー、痛い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 がね。未経を強化させやんダメだがね。こいつ誰、マイハニー無事だったかい、再会のハグをドーン。さっきあなたも何で言ういつこれ。かわいそうに。ハニーなんかじゃねえって言ってるでしょ。誰この子、何よあんたたち。え、誰本当に。別の作品の方ですか。バカンスの次は楽しみましょうかね。と言いたいからキューティーバトルコンテストね。私も出るかしら。あの姿を見せた時がついに。ごめん、あの人誰だ。多分さ、この前のさ、ヘイファーとか、パタボンたちってさ、別の作品からやってきてるんですよ。調べたら分かったんですけど。だからそういう類のキャラか。とりあえずボム兵を助けたよ。いや、やめておこう。めちゃくちゃやりそうだ。確かに。同意。仲間にすんの諦められるってのもなんか悲しいな。サンボ。動きは動くにしたが体力自慢。ブーメラン系の敵が苦手。なるほどね。サンボか。あ、パタボン。ヘイファーのさ、あの、軍団にいたやつだよね。クリッキーか。で、ヘイファーがこの前のとこに、君たち何してんの ?HS3、イェーイって何してんの、ウルトラスーパーワンダフルローニングファイナルスパン。ちょ、待って。俺の小学生か、お前らは。いやー、いいよー、ブラボー、ブラボー。パタボンってそういうやつなのか。別作品から出身なんだけど、ヘイファーここに入れてほしかったなー。クリボー、パタボン何してんの。僕たちパタボン大の秘密族を、失礼だぞ。やっぱ恥ずかしいってのあるのか。秘密にしては声張ってたよ。うん。すては君もコンテストに出て、ウェンディ様やピースするつもりだな。いや別に、ちょうどいい。コンテストの強さに加えて強さも試されるんだ。みんな、僕たちのチームワークを見せるときだ。のこのこ隊だな。結構問答無用だったわ。なんか操られるとかそういうわけじゃないのね。さあ、パタモンか。パタモン隊ようやくリーダー来たわ。長いんだよ、いちいち。じゃあ行くか。ま、あのね、含み気やっぱ強いね、これ。基本的に、あ、いいね、本当に。ハズレのカードがないわ。なんか、ハズレはあんまない、福引きに。引いてはいけないカードみたいなのがないんだよな。別のゲームだと引いてはいけないカードをね、散々引くんだけど。いや、割といいカードばっかなんだよな、福引きって。何してんの?パタボン。暗い!コーラスピン!やっぱコーラスピンなのか。8-1 だけど大丈夫?パタボン。パタボン。お前も8-1だけど。パタボン。もう8-1になってる。パタボン。8-1になってるけど大丈夫?こっからお前一人でやるのか?さっきのテレサ隊長でもできなかったんだぞ、それって。さっきのテレサ隊長でもできなかったんだよ。8-1の逆転なんて。パタボン。お前、うちの隊に入れんのかな?いろんな意味で。はぁ、回っとる、回っとる。よし、決めた。僕たちも出よう、コンテストってのに。まあ、ウェンディの場所はすぐわかるからね。その方が。あ、ずるい。パタボン隊に勝ったから調子乗ってんな。パタボンと一緒に行こう。うん。ヘイファーも言うから。え、いいの?え、いいのじゃないんだよ。うん。みんなでウェンディ様に行こう。うん。コンテスト優勝するんだ。僕は嫌だ。俺も嫌だ。まあまあ、そう言わずに。ウェンディ様も皆様チャンスなんだから、まあ確かにね。そこではあるんだけど。よし、とっとき前の特訓だ。あ、強さともかくて、キューティーはどうしようか。キュートね。確かに課題が、誰も可愛いはないぞ、ここに。ん?どうした?
なんだ、この間は。間が。間が。ちょっと、やめろ、その間は。嫌な予感がする。